643万トン。この数字、何の数字か分かりますか？実は1年間に日本で廃棄される食品ロスの量なのです。これは毎日国民全員がお茶碗一杯のご飯を捨てている量になります。奈良市でも家庭ごみの搬入量は減る一方で、食品ロスの推計は増えています。そんな食品ロスを減らす取り組みの一つがフードバンク活動。家庭から出る手つかずの食品を食料を必要とする人々へ寄付する、世界中で行われている活動です。今回は市民だより7月号でも紹介した六条地区で活動するフードバンク奈良を取材しました。この団体は平成30年1月に奈良市役所で行ったフードドライブ活動を皮切りに、各所から食品の寄付を受け、必要とする団体への提供を継続して行っています。現在は奈良コープの協力で六条の店舗跡地を拠点として定期的に寄付を受けられるようになり、毎週第1、第3火曜日に食品の仕分けと希望する団体への提供を行えるようになりました。そんなフードバンク奈良で活動する事務局長の平川さんと清水さんにお話をお伺いしました。子ども食堂をやっているメンバーたちで、こう食品をどのように確保するかっていうのを非常に悩んでいた時期に、大阪や兵庫県ではフードバンクっていうものがあるっていうことを聞いたので、じゃあ奈良でフードバンクを立ち上げたいなっていうことで立ち上げることになりました。私は子ども食堂ネットワークの事務局を仕事上で立ち上げてまして、その時にその子ども食堂をやってらっしゃる方たちが、やっぱり食品の融通する場が必要だよねっていうことを聞いて、もっともだなと。で、私自身は環境の活動をしているので、食品ロスを少しでも削減するためにもこの組織が必要だなと思ったので、賛同しまして立ち上げにご協力しました。私たちがこう提供させていただいた食品が有効に活用していただけるのはありがたいなというふうに思っています。格差社会というのを本当にひしひしと感じますね。日頃の生活していたんでは全然気づかない世界をフードバンクという活動を通して感じることができるようになりました。この活動を始めて1年少しの間にどんどんこう場が広がってきて、で食品を欲しいという団体の方も今50を超えるようになってきましたし、で食品を提供してくださる方々も増えてきましたので、ただ需要に対してまだ供給が足りてないところがたくさんありますので、もっともっと必要とされる団体になって、そして必要とされる方々に十分に食品をお分けさせていただけるような、そういう活動を広げていきたいなと思っています。あと農産品ですね、規格外品とか、私は生協に関わってますけども、規格外品で捨てられているものがいっぱいあります。本来はそういうものを届けなければいけないなとは思ってるんですが、この倉庫ではまだ冷蔵冷凍設備がありませんので、本来はそういう本当に食品ロスを届けられることができるようになったらいいなと思っています。夢は描いてます。食品ロスを少しでも減らすため、ご家庭に手つかずの食品がある際はフードバンク活動に目を向けてみてください。フードバンク活動に興味のある方はこちらまで。